皆さんこんにちは、鉄道チャンネルへようこそ。スティーブ青島です。10月に入りましたので、衣装を冬用に変えました。今月から冬の衣装です。まあ、というかね、こっちが正式なスティーブ青島の衣装です。はい、ということで、今日からこれでね、この衣装で収録をしていきたいと思います。それで、今日なんですが、先日撤去した自動踏切、あれがまあ不要になりましたので、お店屋さんに売りに行きました。はい、ということでね、自動踏切と、センサーが4つ、ワイドレール用のこの間の線路の間にはめ込むセンサーね、あれを4つ、お店屋さんに売ってきました。ちなみに、自動踏切はですね、買った時いくらだったかっていうと、タムタム、岐阜のタムタムで税抜き11,820円だったと思うんです。センサーはいくらかちょっと忘れましたが、この11,820円がいくらで売れたのでしょうか。ということで、まずは売りに行った様子をちょこっとだけ撮影しましたので、どうぞご覧ください。はい、今私はですね、愛知県にありますイオンモール木曽川に来ております。ここにあります、模型屋さんポポンデッタで、今からこの自動踏切を売却してみたいと思います。一体いくらになるのでしょうか。それでは早速行ってきます。あ、買い取りを、はい、こちらトークの中にご記入をお願いします。はい、こちら2時15分以降にまたカウンターまでお越しください。わかりました、じゃあお願いします。はい、今買い取りが終わりました。だいたいね、15分ぐらいでしたね。待ち時間15分ぐらいで買取が完了いたしました。気になる金額は家に帰ってから発表したいと思います。はい、ということで今家に帰ってまいりました。ここにレシートがあります。11,820円で買ったトミックスの自動踏切は一体いくらで売れたんでしょうか。ということで金額を発表したいと思います。てけ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 、じゃん、2,850円でした。くー、安いっていうか、まあこんなもんかな、ね。4分の1ぐらいですか、単純に計算するとね。まあ使ってありますしね、部品は全部揃ってたんですけれども、11,820円で買った品物は2,850円で売ることができました。まあ、ちなみに、センサー、ワイドレール用のセンサーは4つまとめて780円ということで、合計3630円で売却することができました。はい、これがその明細です。はい、ということで、まあいくら揃ってるとはいえ、まあやそんなもんでしょうね。そんなべらぼうに高く売れるものじゃないでしょう。はい、ということで今日は不要になった鉄道模型の自動踏切と、センサーを売りに行ったら3630円で売却できたという動画でした。参考になりましたでしょうか。中古でも欲しいから買いたいなっていう方、今ならまだ、イオンモール木曽川にあるかもしれませんので、もしよかったら買いに行ってみてください。チャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は上のチャンネル登録ボタンから、スマホ、タブレットの方は下の概要欄からチャンネル登録をお願いいたします。